まあ、日本は漫画がものすごく発達していると、あの世界の中でも、ね、リードしているって、まあ、よく言われてきたんです。でこう漫画先進国と言われたら、やはりある文化を築いたところっていうのはそれを検証する義務があると思うんです。コロナの今、漫画は人々の心に明かりを灯し、活力や安らぎを与える存在として、その価値がより高まっていると確信しています。最優秀賞は、草創協奏曲、台湾の李若明さんです。因此能在这里受到评审的肯定、真的非常非常开心。優秀賞、歩道橋の魔術師、漫画版原光民の巻、作者は台湾の原光民さん、原作者は台湾の呉明益さんです。让我补充体力可以有力量继续往前迈进。2作品目はナンハオとシャンフォン、作者は中国のブラウニーさんです。听了刚才的点评，发现自己想传达的内容和想法都能够被发现和读懂，心里真的非常开心。3作品目はミューズ、作者はスペインのオリオルさん、原作者はベルギーのジドルーさんです。私の作品が日本で何らかの賞をいただくことになるとは夢にも思いませんでした。今後も長きにわたりこの日本国際漫画賞の実施が続くことを願っております。皆さんの書いた作品を誰かが見ることで、世界のどこかで誰かが勇気づけられる、夢を持つ、でそういうことを信じて書き続けられたら素敵だなと思います。豊富な資料と緻密な取材、漫画手法の確かな巧みさなど、最優秀賞にふさわしい作品です。まあ、完成度が高い大変な力作だって感銘を受けたことです。圧倒的な画力で個人の性癖を書いて普遍的な境地に到達する、これこそある意味漫画の究極の形じゃないかと、すごい憧れます。ラブコメ作として一日本の漫画家といたしまして、賞賛の花束を捧げます。